うん、おお、何、すごい。でこれがペットの方になるので、なんか出てきた。確かにそうですね、お子さんとかと。おいちゃんも寝る。失礼します。釣り竿のやつがここまでちゃんとカバーがあるから、これはあのダイハツのオプションみたいな。そうです、ダイハツメーカーが出してた、うん、またダイハツクラフトさんっていう、はい、こちらのアトレ、はい、小売りです。おっ、こちらのアトレ、はい、販売価格はドゥルル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 ン、おおおお、こちらです。でで100円。こんにちは、トラスト企画の葵です。花です。葵ちゃんです。いやもうさ、今日すっごい暖かくなってるよね。最高天気、最高な天気になってる。もう昼寝したい。昼寝したいね。もうさ、最近さ、ほんと暖かくなってきてさ、うん、アクティブなさことしたくなら、あ、したい、ね、しかもあの質問コーナーで言った通り、私は結構いろんなところに、うん、こう旅行とか行きたいから、そうだよね、そろそろ動き始めたいかなって感じなんですよね。だしさ、花ちゃんさ、結構毎年さ、うん、川とか遊びに行ってるじゃん、夏。行く行く行く、あの鹿沼の方ね。そう、いいよね、それ。大好きなんですよ。水着着るの。水着どうでしょう。これは私が盗撮しに行くしかないかな。で、世にダメだよ。チェキ取る、チェキ取りますか。チェキ取って売りますね、私。あ、葵ちゃんは？楽しそう。私はね、うん、私はでも川あんまり行かない。行かない。でももうね、今年に海行った。え、海行ったの？早い。それは水着着たんですか？着てないです。あ、着てないです。江ノ島の方にね、普通に海をまあ見に行った感じ。びっくりした、入ったのかと思った。葵ちゃんロックだなと思って。ワイルド。めっちゃ風吹いてる日にね、うわーって。そう、でも花ちゃんさ、その毎年さ、川とか行ってるじゃん、うん、釣りってさ、やったことある？釣り、なんか前、うん、フィリピン行った時に、なんか水上のレストランがあって、うん、何それ。なんかそう、なんか水上のレストランがあって、うん、なんかコテージがこう浮いてるんだよ、水の上に。で、そっからなんか釣り竿を投げて魚釣って、うん、その釣った魚をこう焼いてくれるみたいなレストランがあって。何そのおしゃれなの。いやいや、そこでなんか簡単な釣りみたいなのはしたことがある。うんうんうん。え、やばくない？でもなんか本格的な釣りとかはしたことない。だよね。そう、そう、私もさ、筑波山とかで、うん、あのニジマス釣りとかあって。あるね。そう、釣り堀ね。そう、釣り堀です。釣り堀で釣って、まあ、その場で食べてぐらいしか私もね。どっちも食べる目的でやってね。食べる目的でしかね、釣りをねしたことないんだけど、うん、でもね、今回のね、うん、撮影でね、釣りめっちゃ行きたくなると思う。どういうこと？今回ね、うん、紹介するね、お車は、はい、釣りとかキャンプとかそういったね、なんか外でのアクティブなこと、うんうん、がしたくなるようなお車を紹介したいと思います。楽しみでしょ。楽しみ。どこにあんの？でね、ちょっとここに今ね、ないんですよ。ないの？こんだけあるんだけど。ここじゃないんですよ。うん、なので、あの、3、2、1って言ったらジャンプしてね。オッケーオッケーオッケー、行くよ。せーの、3、2、1。どこ？飛べたでしょ。飛べた。私このね、あの、力取得したの。取得したの？そう。いつ？最近。最近。じゃあ、葵ちゃんのおかげで私も移動できたの。そうそうそう。アメちゃんも。そう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 。3人移動できるから。でもそんな距離ないよ。移動する距離。敷地内。あ、トラスト企画内で。企画内なら、あの、行ける。どこでも行ける。そうなんだ。めっちゃ便利。あっちとか行きたい、俺。今ちょっとね。めっちゃ便利。あ、今トイレ行きたい。止めた。あと、今ちょっと一回、HP すごい減るから。無理なんだ。ちょっとここまでしか無理だった。無理なんだ。そう、はい、で今日何ご紹介するお車は、はい、こちらです。これこの2台この2台うん。え、私的にはさ、アウトドアだからさ、結構オフロード系のもうごつい四駆とか想像してたんだけど、軽バンなの？これ軽バンなんだけど、うん、すごいんです、本当に。すごいの？すごいの。
で、この2台はね、いつもあの、みーくんとかこう動画内で査定士って言ってる方の買い取りじゃなくて、普段車両販売をね担当している釣り好きなお兄さん、はい、買い取ってきたんだ。買い取ってきたんですよ。もうピンときたでしょ。あのお兄さんがさ、あのお兄さんが買い取りしてきたんです。ちょくちょく出られてるお兄さんね。そう、そうなんです。で、実はね、はい、今日この2台の元オーナー様に来ていただいています。すごい、ゲストがいるんだ。ゲストがいます。めっちゃ豪華じゃん。ではオーナー様お願いします。見て花ちゃん。見て、やばやば。はなちゃん、この車わかる？この車わかるよ。知らないわけないじゃん。3号乗ってる人だよ。3号乗ってる人だよ。こんにちは。こんにちは。お願いします。しかもさ、トラスト企画の見てほら、おそろーい。すごい、おそろーい。嬉しい。トラスト企画信者なんで嬉しい。だから私すんなりマイク刺したって。ここでいつもの場所ってね。これ見てください、かっこいい。しかもニスニスもやばいよね。そう、こちらオーナー様のショウさんです。よろしくお願いします。お願いします。本当に今日はもうトラスト企画までね、来社していただいて、その上もう撮影にもということで、こちらの車を紹介していただけるっていうことなので。そうです、はい、紹介してもらいたいと思います。はい、はい、ではまずこちらのお車から見ていきたいんですけど、翔さん、これなんていうお車ですか？これはダイハツのハイゼットキャディっていう車になりますね。ハイゼットキャディ、結構やっぱ結構珍しい。そうですよね。これ色もなんかすごい ねオレンジで、はい、なんか高年式って感じだよね。ね、そうだよね。で4ナンバーで商用ベースのお車になりますね。あ、はい、お車はあの仕事とかで？そうですね、こっちはもう仕事用で、こっちは自分よく乗ってた車ですね。そうなんですね、はい、でもこのオレンジいいよね。すごいね。こだわりだったんですか、このオレンジは？そうですね、もうオレンジは、あと自分と父親いるんですけど、父親の方がやっぱオレンジがいいって言って。そうなんです、お父様。はい、へえ。日本のキャリバーみたいなしてるね、してるね。オープン。内装も綺麗だ。綺麗、見てください。こう、わ、なんか最新車って感じしますね。K ってもうレベル高くないですか？ K なんだもんね、まずね。そう、これ K なんで。そうですよね。もともと2シーターなんですか？そうですね。あ、なんでやっぱ荷物、ちょっと仕事柄、なんで後ろがセカンドシートがないんで、こう広々、広い感じで荷物乗せられるんで。あ、それで車用車として。そうですね。そう、だって天井も高いもんね。そうですね。大きいものも詰めそう。私的に車高が高い車大好きなので運転しやすいのが一番。トラスト企画視聴者の敵だな。そうなんですよ。みんなさ、もう引きずってる中、私は高くじゃあちょっと隣のお車にもね、はい、これも気になるね。気になるよね、はい、ちょっとこちらも、はい、じゃあ前から、うん、見ていこうか。翔さん、こちらは何ていうお車なんですか？こっちも同じダイハツの、はい、今度アトレワゴンになりますね。アトレワゴン、はい、結構またちょっとまた特殊な仕様になってまして、はい、こっちも車中泊とかキャンプとか、はい、釣りとかのいう、そういうアウトドアを楽しむ人用に仮装されたアトレワゴンになります。え、はい、定番なのに。ちょっと見ていってもいいですか？どうぞ、はい、どこから見た方がいいですかね、まず。そうって、やっぱりその車中泊仕様ってことなんで、後ろから。あ、後ろから。こうダイハツをメーカーから当時出されてた、はい、車中泊仕様の車なんで、もう作りもすごいしっかりしてて。あ、はい、そうなんだ。じゃちょっと開けてみてもいいですか？はい、いきますね。あ、私だ、鍵を。いきますね。お願いします。うん、おお、何？すごい。結構いろんな、いろいろな、なんかいろいろありすぎてわからないですけど、これありますけど、家具だ。家具ですね、もうちょっとしたお部屋って感じですよ、はい、ですよね。まずはこれがベッドの方のキットになる感じで、これがこれベッド。そうですね、これが実はベッドになるんで、はい、まあ一人しか寝れないんですけど、一人仕様のベッドキットが
装備されてる状態ですね。はい、すごい。そちらの方も後ほど展開してみます。すごい。タレとかプッシュとかあるけど、そうですね、この辺もプッシュ。どうぞどうぞ。惜しいんですか。いいよ、おいちゃん、おいちゃん。いいの。もうただになってて、そうですね、家具だよもう。結構こっちはやっぱキャンプ仕様みたいな感じになってるので、はい、ここによく包丁とかまな板とかその辺を収納して、で、はい、下の方にも、はい、下の方のテーブル、そっちがテーブルになりまして、でそこで調理とか、あとここで食事とかもできるテーブルになりますね。すごい。ここでじゃあこう料理、そうですね、調理、調理できるんだ。へえ、はい、すごい。すごい機能。や、車にあんのこんな機能。やばいね。すごい。じゃあこのここ開けていいですか。はい。何だろう。ここも収納スペースになってまして、はい、で実はあとここにこっちですね、特にこっちにあのタンクを、別で買って入れてもらって、はい、シャワーどこっす、そうです、シャワーキットがあるんですよね、はい、これもメーカーのオプションでついたもので、はいはい、あ、そうなんですか。そうですね、でこれをタンクにつけてもらって、でタンクをここに入れて、でここがシガーで電源がここに取れるので、あ、そうするとここでシャワー、汚れたのをシャワーで落としたりとか、うん、料理にも使えたり、そうですね、すごい。ワンちゃんよくやったのは、あとはワンちゃん飼ってたの、車に乗せる前に、乗せる前に足洗ったり、綺麗にしてね、足洗った、はい、シャワーセットを、すごい、だってこれ、ね、多分引っ掛けるところですもんね。そうですね、シャワーヘッドを、本当、本当だ、はい、もうさ、だってリビングがあってさ、お風呂あるよ、もうキッチンもある、キッチンあるからさ、やろうと思えば生活できる、やばい、すごい、すごい。なんかキャンピングカーはさ、前見たことあったじゃん、うん、それとも違うもんね。そう、だってさ、この大きさでこの装備は、そう驚きだよ、ね、驚きだよね。もし、ここは自分が使ったのは、ここに寝袋とか枕とかをここに収納、はい、収納してましたね。はい、なるほど、なるほど。でちょっと気になってるのがこれ、はい、まあ、これがまさに一応メインベースが釣り仕様の車中泊の車になってまして、釣りやる方はピンとくると思うんですけども、釣りのロッドホルダーになりますね。釣り竿をここに収納できるスペースになってますね。ちゃんとこう紐で固定されて、固定されて、取ってみてもいいですか、はい、すごくない？もう3本あるよ。ピンクのやつ気になるの。何ピンクの、でこれが4本収納できちゃうってことですね。そうですね、はい、ですかね、こう動かないように固定する。そうですね、はい、素晴らしい。結構やっぱ釣りやる方には多分すごく重要な、うん、そうですよね、はい、何が出てくるの怖いんだけど、まあ、後ろは通常のセカンドシートとしても、あ、じゃあ普通に運転するときは人乗せられる感じですね、はい、利用もできますし、ここにもまだ何か隠されてるんですか。そうですね、ここからが本場というか、ここからが本番あれ、どの口だったのもうお腹いっぱいぐらい見てるんですけど、はい、ぜひ、でここからそうですね、ベッドキットの方、メインのベッドキットの方を組み立てていきます、ね、はい、お願いします、はい、まあ、結構最初だとちょっと慣れないと大変かもしれないですけど、慣れちゃえばすぐにできますんで、はい、普通に倒してもらって、はい、でフラット近くになるので、はい、でこれがベッドの方になるので、ぴったりになって、で結構でまた、はい、ちょっとこれがグラグラしちゃうので、はい、最後に助手席のシートを後ろにちょっと合わせて、ああ、はい、すごい。そうするとがっちり固定される。うわー、すごい。はい、すごい。話して寝っ転がってみれば、え、いいんですか、はい、3分で出来上がっちゃいます絶対余裕で寝れる、失礼します、寝心地めっちゃいい、いける、もう楽しい、もう楽しい、うわぁ全然余裕で寝れる、入った入りましたすごい、すごい、うわいや楽しいね、楽しい、なんかちょっと秘密基地感とかあるよね、はい、子供心をくすぐる、小さいお子さんとかだと結構多分楽しいですよね、
すごい。なんかこのスペース好きだもんね。狭いところ好きだからね。好きだからね。こういうのいいね。でこことかも棚とか置けるんですね。そうですね。ここはよく調味料とか並べたりとか、はい、してめいるような感じのスペースですね。収納スペースですね、うん、ちゃんと棒があるからね。運転してても そうだよね。下にも収納スペースがあるので。本当だ。おい素晴らしい。収納スペース結構いっぱいたくさんあるんですよね、うん、見て。こっちもテーブル状態になるんで、この上げていただくと、はい、あさっきのところと、そうですね、つながって。で冬とかだとちょっとさすがに外だとさっきみたいだと寒いので。寒いからここでも。冬とかだとここで。ね見て。こうもできるね。やばい。広い。あで見てこれ釣り竿のやつがここまでちゃんとカバーがあるから、長いのでも全然大丈夫。本当だ。そうですね。すごい。電源のコンセントもありますんで。えこれ充電もできちゃう。そうですね。一応350ワットぐらいまでは全然対応してるようなので。でここにが一応これ外部バッテリーも搭載してる。はい。外部状態なので。何ですか外部バッテリーって。エンジンがかかってない状態でも、はい、ここのバッテリーから電源が供給されるっていう風な仕様になってまして、なんでこの状態でもエンジン今切れてる状態でも、はい、ここでスイッチオンにすれば、はい、こういう電源が供給されて、はい、で携帯の充電とか、ちょっとした家電製品もエンジンが止まった状態でも使用できるっていう状態になりますね。はい、確かに普通の車でさ車中泊するってなって、うん、寒いってなるとやっぱエンジンをつけないと、そうそう、かから暖房とかさ、うん、使えないから。そうですね。やっぱ車中泊できるスペースとかでも結構今うるさくて、うん、車中泊してるときはエンジンは切ってくださいっていうのが結構多いので。あ、そういうのあるんだ。はい、そうなんですね。じゃあこの機能があるとこれかけずに、うん、でバッテリーの方の残量とかもここで見れるので、ちょうど、すごい。この赤の、ね、赤がちょっと残量少ないですよっていうので、うんうんうん、今青の方なんで今残量は十分ですよっていう感じですね。すごい。これの方でも可視化できている状態なので、うんですね。こんな感じですね釣り竿の。うん、釣り竿の。ここも置けるのか。ここもスペースになってますんで。はい、ここもね。ここもあれここにはこのルアー、ルアーあるし、はい、これ結構すごい。ルアーとかの収納スペースになりますね。はい、そういった釣り関係の用具をしまい、はい、しまえる収納スペースになりますね。メーカーが作ったので本当しっかり作りもしっかりしてて、もう結構この車自体も結構立ってるんですけど、はい、まだ全然全然綺麗。いや本当に綺麗です。剥がれたりとかへたりもないので。ないないない。これはあのダイハツのオプションみたいな。そうです。ダイハツメーカーが出してた、うん、またダイハツクラフトさんっていう、はい、仮装してるメーカーさんですかね。あー、はい、D クラフトって貼ってありますね。そうですね。ダイハツクラフトの略らしいですね。組み立てた装備。そうですね。すごっ。今ダイハツさんこういうの出してないんですけど。あー、そうなんですね。今ダイハツさん今出せばいいのになって逆に思います。そうですよね。ブームとかなってますね。ブームですからね。うん、本当に。へー、なんかもう居心地良すぎてさ、ずっとここにいますね。女さん、女さんいるのにさ、私たちばっかりこうやってくつろいでるの。眠くなってきたの。眠くなってきたね。これカーテンとかもあるし。そうだよ。そうですね。カーテンもあるので、もう完璧やんこの車。一応マジックテープでこうちょっとこう、うん、そうですね。できる状態になってるんで。楽しい。外からの目も気にせずに。やばー。楽しい。バックドアのところにも。カーテンもあるんで。あ、はい、うわそっちもくっつけるんだ。完全にもういやー楽しい。もうプライベート空間が完成になりますね。しかもやっぱ軽だからちょっと狭いところとかも行きやすいですよね。はい、うん、そうですね。そうそう、確かに確かに。あまりちょっと大きいキャンピングだと、うん、山とかだと狭い道だと結構入れない。そうですよね。道とかもあるので、もう軽だと結構全然気にせずに入っていけるので。スイスイ行けるもんね。今やっぱ軽キャンもすごい今ブームで流行りですよね。流行ってる。あとこれ気になるんですけど。何？あ、そうですね。これも何？オプションでついてた。はい、これかあれですね。乾燥機じゃなくて、なんだっけ、換気扇ですね。換気扇になりますね。冬中で調理するときとか、やっぱ換気がないと、はい、ガスコンロとか使った場合とか結構問題な時もあるので、はい、これがで窓を開けた状態にしてもらって、はい、ここも網戸になってるので。これすごい網戸なの。はい、だから逆にそうですね、夏とかも
網戸にしてるんで、このまま開けた状態で寝ても虫とか蚊に刺されずにできますね、はい、でもうちょっとしたちゃんとしたやり方はあるんですけども、いつも面倒くさかったんで、はい、あ、でもそこにつけられるんだ後でじゃあちょっととりあえずこのままにしちゃいます。あ、じゃあこれで、そうですね、これで換気扇をどうなったっけな、正直言うとこれを使ったことないんですよね実を言っちゃうと。だからあのさっきまでスムーズにできてたけど、はい、結構車中泊仕様になってるんで、この中にちゃんと断熱材も入ってる状態なので、それも別、普通のアトレとは違う、違いますよね、はい、ちゃんとその辺の機能も車中泊でちゃんとなってますんで。寒いからね、そうだよね、釣りの人とか朝方とか行きますもん。あ、そうだそうだ、そんな日中あったかい時とかじゃないもんね。へえ。車中も結構快適に過ごせるっていう仕様になってますね、はい、すごい。でスピーカーこれも全部外部の車外なんですけど、車外のスピーカーもつけて、結構音の方もこだわった状態にしてますね。音こだわるのは最高です、はい、大好きです。フロント部分というのもそのドアにスピーカー、そうですよね、スピーカーついてるし、はい、すごい完璧だよこれも。完璧だね、うん、花ちゃんどうだった？もうすごいハイゼットキャリー忘れちゃったハイゼットキャリーもねインパクト大きいですよね。いやすごいカーテンとかもあったりするから、うん、なんか女子でもすごい楽しめそう、うん、だよね。そう、軽だし運転もしづらくない。そう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 、いいよね、うん、釣り行きたくなった。行きたくなったよ噛んじゃった。あそこ使いたいもん、あのルー、うん、あ使いたいね、なんかルーじゃんすごい、やっぱ今やっぱ車中泊とかキャンプブームなので、うん、今ちょうどこういう軽のキャンピング仕様っていうのも流行ってますので、うん、そうですよね、もう作ってないんですもんね。そうですね、ダイハツはもう作ってないん で、うん、でさっき花ちゃんが言ったように女性の方でも簡単に運転できるからね、運転自信ない方でもこの軽だったら問題ないかと思うので、うん、はい、なんかこれから始めてみたいみたいな人とかには、うん、そうですね、いいですよね、めっちゃぴったりだと思います、うん、初心者向けじゃないけど。え、ちょっと今日ハイゼットキャディと、まあとでトラスト企画にちょっと売っていただいたんですけど、あの3号は これも次はこちらですかね。あ、こっちそうですねもうじゃあそのままさすがにちょっとこれはまださすがにこれはちょっとまだないですねゆくゆく売るときはもうトラスト企画さんの方にとかっていうふうにはお願いします。ありがとうございます。なっておりますのでご安心くださいとか言ってね、これ見てきたけど、うん、どう葵ちゃん。私はもう釣り行きたい、本当に本当に釣り行きたい。実際にね、これさ、つくばナンバーうちの、ね、名義にもなってるからだからもう行けるんだよ、近くのね、うん、ところ行ってやりたいね。やりたいね、やりたい。翔さんにもね、はい、サプライズでして、はい、まずこちらの後で、はい、小売りです。お絶対そっちの方がいいと思う。いいでしょ、もうだってこういう車もねすごいし完成度も高いし需要もね多いから、そういいと思う。でこちらの小売りの、はい、販売価格の方ちょっとこれから翔さんに発表させていただきたいと思います。これトラスト企画のどんだけボットが食ったか分かるわけですね。分かっちゃいますそうですね、自分下取り価格分かってるのでどんだけ乗せたかバレてしまうわけです、はい、じゃあそのね翔さんの初の反応を見つつ、はい、で行きたいと思います、はい、こちらのアトレ、はい、販売価格はドゥルル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 ン、おこちらです。でで150万円見てくださいあの苦笑いいやでも全然、いや思ってたよりは安いですよ。本当ですか？嬉しい。お世辞抜きで、お嬉しい、めっちゃ嬉しい、嬉しい。あれ今結構ドキドキしてました。私たちもねちょっと下取り価格は把握してる、把握してたので、はい、トラスト許可はね、薄利で有名なんですけど、これは結構ぼっちゃってますこれ結構ぼっちゃってます、うん、まあないからね、うん、そっか、需要があるから全然いいと思いますよ、うん、
結構もっとするかと思った。もっとするかと思った。だってこの装備だもんね。確かに確かに。そうだよね。バッテリーとかもついてるし。うん。いや、これはいいんじゃないですか。じゃあこちらは。これちなみに150万円って消費用込み。消費用込みです。全部込み込みです。込み込み税込み150万円となっております。はい。いいじゃないですか。あ、全然お買い得だと思います。元オーナーさんからのお買い得いただきました。はい、込み込みでしたら全然 OK です。はい、よかったね。ほっとした。じゃあこちらのアトレイは150万円で販売、はい、させていただきます。じゃあちょっと、まあ、今日はこんな感じの2台だったんだけど、うん、どうだった？いやもう私はこれでもとりあえず、うん、企画をしたいから、うん、そうだね、これからねちょっと考えよっか、釣りの企画書をね、うん、ちょっと書きたいと思います。翔さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。もう本当に、はい、この2台もね、うん、手放されて他の車買うって言ってたんですけど、はい、それはどこで買われるんですか？あ、もうトラスト企画さんの方でお願いいたします。すごいよね。しかもアトレって中古ではなく、そうですね、新車の方でもう注文の方も入れてもらって、ズブズブだよ。ありがとうございます。もう今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。え、じゃあちょっとそのお車納車の時とかって、はい、なんか撮影とかってもし、あ、全然 OK です。気になるからね。アトレもまたこういうちょっと仕様なんですか？あ、ここまでの本格的な仕様にはしないんですけども、はい、一応カーテンとかあの辺はオプションで付けましたので、ちょっとまた基礎でも気になるので、はい、ぜひ納車の時に一緒に撮影していただければと思います。はい、ぜひぜひ、はい、大丈夫です。はい、じゃあまた、あ、私お父様もね、ぜひよかったら納車の時に、あ、そうですね、一緒にね、はい、撮影とかできたら嬉しいなと思うので、父親の方がもう未空信者なんで。これはちょっと楽しみだね。毎日 YouTube 見てますよ。トラスト企画さんの YouTube はどの画面で見るんですか？父親の方はのパソコンで見てます。ちょっと一安心、ちょっと一安心だね。大画面で、ね、見るとね、ちょっとちっちゃい子とかいるとね、ちょっと危ないから、そこぐらいでちょっといいかなって。じゃあね、次納車の時に新車の ね新車の納車、はい、ぜひぜひアトレをまた一緒に撮影できればと思うので、はいはい、次回はまた納車でご会いしましょう。はい、バイバイ。